どうも、ビッグマンチャンネルです。よろしくお願いします。お願いします。天心くん、ボクシングデビュー戦について、ね、お話ししたいと思います。はい、4月8日土曜日、やりますね、ついに。これもうまずね、その、はい、結果から、結果とか、勝敗予想から、はい、もう、お伺いしたいんですけど、どうでしょう。これは僕はですね、100% 天心選手、勝利と予想させていただきます。100ですか ?100 です。10-0 で。これは結構、なんだかんだちょっと勇気ありますよね。だってデビュー戦じゃないですか。そうですね。うん、まだ分かんないところが結局いっぱいある中で、はい、でも断言するぐらいだってことですよね。与那覇勇気選手ですね、はい、対戦相手。12勝4敗ですね、うんうん。すごくいい選手なんですけど、天心くんに対する期待値がものすごく、皆さんと同じように僕も高いんで、うん、まあ、うん、みんなそうなっちゃうと思うんですけど、うん、やっぱり与那覇選手の試合見ても、天心くんを倒せる要素はないんじゃないかなと。うん、じゃあ今回6ラウンドなんで、うん、天心くんにどっかで KO を狙っていってほしいですね。6ラウンドはやっぱ短期決戦だと思うんで、ボクシングの中で。まあ、期待値が高いからしょうがないと思うんですけど、3ラウンド以内に決めてほしいなって正直思っちゃいますね。まあ、はい、それだけ注目されてるのはもう間違いないですよね。そうですね、注目もされてるし、だって今回、まあ今もう、テラス選手対ゴンザレス選手、中止になっちゃったんですけど、その試合がある時からもう、やっぱ天心くんの試合が一番注目されてましたからね。正直おっしゃる通りです。逆にここで判定まで行っちゃうようだと、なんかみんなの期待値がちょっと下がっちゃうのかなと、やっぱ天心くんの期待値そんだけ高いんで。谷山さんの現段階での予想だと、はい、負けずに世界タイトルにたどり着くのか、それともどこかで止まってしまうのか。うん、もう本当に、国民の期待が天心くんに対して本当に世界チャンピオンまで無敗でいかないと失敗だぐらい期待値が上がっちゃってると思うんですよ、正直。経験の本田会長もやっぱり天心くんに最短ルートで世界チャンピオンまでの道筋をこれから作っていくと思うんですよね。下手したら僕、井上選手今怪我してるけど今年フルトン選手に7月勝ってもしかしたら年末にアフマダリエフ選手とやって、一気に4団体統一しちゃう可能性もあるんで、そしたら来年以降またスーパーバンタム級も、ベルト返上して、またドラゴンボールみたいに散らばってくるのを天心が取ってくんじゃないかなっていう、道筋までちょっともう見えちゃってるんで。だから井上選手とやることは、ないんじゃないかな。支えないでしょうね。当分はないんじゃないかな。まあでもそれでも、来年あたりに、まあ天心がトントン、ポンポン勝っていけば、はい、そんぐらいの道筋は、うん、用意してるんじゃないかなと思うんで。道筋的な話で言うと、確か最短記録は6戦とか5戦とか、はい、日本だったんです、ね、そうですね、うん。で、さらに日本の制約の場合だと、日本タイトルか東洋タイトル等を取ってないと、世界挑戦できないってシステムのはずなんですね。はいはいはい、だから、その最短の中に、まあ、国内タイトルとかを組み込んで、取るっていう流れ、ね、うんはい。そうですね。まあ、今回デビュー戦の、与那覇選手も日本ランカーなんで、もう次一回、もういい勝ち方したら、下手したら次は日本タイトルマッチとかあり得ますもん。そうか、日本ランカーですからね。はい。そうですね。そこはできるんですか？それはもうジムの力もありますし、天心くんの知名度もありますし、やっぱプロ知名度大事なんで。もちろん、はい。2戦目、3戦目で日本タイトルマッチ。そうですね。で、4、5戦目でもう世界タイトルマッチ。うん。うんだからそういう感じでやってくんじゃないですかね。最短ルートを生かすやり方もあれば大事に育てるやり方もあるじゃないですか、はい。その、例えばボクシングのアマチュアでものすごい実績がある人だと確かに最短ルートってありだと思うんです。あ、はい。だってボクシングの経験が多いわけだから、はい、アマチュアとはいえ。天心選手の場合キックじゃないですか、はい、経験がね。はい、だから最短ルート行くとやっぱりちょっと怖いっていう風な不安もあると思うんですよ、ファンの人からすると。はい、その辺どう思います？まあ、那須川会長も話した時に、やっぱり、すごいしっかり準備してからデビューさせるって言ってたんですよ。デビュー前の準備がしっかりしてる。はい。で、今回やっぱ、ザマッチから10ヶ月空いて、かなり準備をしてきたと思うんで。うん、お父さんが直接聞いたわけですね。そうですね。で、今回もですね、那須川会長から、うちの谷山会長の方に、ぜひデビュー戦来てくださいって、チケットを
お話が来たんですけど、今回4月9日ですね、ビッグマン後楽園大会があるんで、前日なんで僕とは会長は行けないんですけど、うん、谷山ジムからもいっぱい、天心くんの応援で、チケット買わせてもらってるんで、応援に行かせていただきます。はい。まあ、というように振り返りますと、まあ、10-0 ですね。10-0 で。なかなか10-0って予想できないですよね。10-0で那須川天心、勝利。3ラウンド以内 KO が、やっぱり。さらに。国民の期待を。というわけで、じゃあ、谷本式の、勝敗予想としては、10-0天心。はい。はい、天心頑張って、おっす。これ、意図的に安川さんが組相撲仕掛けてる。組いってますよね、完全に。膝打とうとして。もう正面からやってやばいから。いやー、そうですね。多分そう思ってるでしょうね。おー、でも、今のダウンっておかしくない。